半間岩先生です。ちょっといろいろ仕事入りながら説明が難しかったんですけど、半間家の本家の半間岩先生です。植物と動物にはね、2つの、生物としての生き方が成り立っているということですね。これはね、この宇宙でもって生き残る、また生きていくためにはね、最先端の技術、能力を持たないと生きていけないことを知ってるわけなんですね。特別にね、人間は持ってませんけども、私はそれを持って生まれている動物、生物なんですね。植物にも中にはいるんですけども、人間は違うんですね。こう生きる体を作っていくにもね、最先端に体をね、より良い動きのできる、また生きていくためにできる体に変換していかないといけないわけですね。とりあえず人間が住んでたんで、人間から生まれてきたんですけど、私はね、それも私が用意してね、地球全体にエレクトロニクスの発展とか、自分は勉強するために大学とか学校制度を作ったりしたのは、私が生まれてくるために人間が作ったわけじゃないです。全く関係ないです、人間は。話したり聞いたりすることは団体でしか分かんない。自分で単独では誰一人話すことができない原始人です。今日肉食生物と言ってほったらかすと、盗む、殺す道具を使っての、盗む、食べるというのが専門の仕事です。ちょっと待ってね、また忙しくなっちゃった。USDCAD。USDG ですね。上ね。はい。すいませんね、ちょっとやってね。5分。ということでね、人間っていうのは生物は、それを知らないということはおかしいんですね。おかしいってわけじゃないけど、普通なんですけど、ほとんどそうなんですけど、自分が生きる道というのは遺伝子上でも作られないという、持ってない場合は、ERGTY 下に売る。半生物なんですね。半端ということですね。まあ、ほとんど何億分の、EUROJPY ね。ちょっと時間がないから説明する時間もね、これ間に入れるしかないんですよ。これやんないと私死にますから、生きていくのにね。敵が多いから、仕事してないと殺されてしまいますからね。で、EUROJPY ね、OK。ということでですね、説明も大変なんだけれども、一応大事なことなんで、それでどうやって成長するかでも、その学を持ってどうやって成長するかですね。私の場合、地球と太陽を生まれる前に、石棺という生き返れる完璧な医療用装置を発明して、宇宙戦争で殺されてね、今の人間の1ミリの学問の1キロメートルより長い、高い学問を持ったんだけども、不老長寿であったんですね。科学は進んでて、医学も進んでて、そういう、ロボット社会ですね。あと自分の食べ物とか生きるものは全部ロボットがただで働いて、自分で製造もしたんですね。で、宇宙戦争で殺されて、地球と太陽を育ててまた生まれてきたわけですよ、私はね、地球でね。で、一番進んでるというのは地球では人間だったんで、人間から生まれて再起しようとしてるわけなんですけども、昔の能力に戻らないと死ぬということを知ってるんですね。言うなれば、今不老長寿になれる装置も人間発明できないし、技術があればそれが発明できるわけですね。私は作れたわけですね。まだ今人間の段階から、人間の全部の学問を持つぐらいで、まだ大したことないわけですね。総結して人間全員の学を持ってるぐらいでもしかないわけですよ。それで1ミリしかないわけですね。ただ私の場合の昔の遺伝子上で1キロメートルも技術を持ってたんですね。それに戻らないと宇宙で生き残れないということを知ってるわけですね。生まれた時に人間たちはそれないというのは、半端な半生物なんです。これはほとんどなんですけれども、生き方を知らない。
だから超肉食生物ですねと以外はあのこちらの方で動かしたり上の生物がうまく動かしてない限り全部 その動きでいきます。だから殺して盗むですね、それも道具使ってのことでこれが仕事ですね。だからあのちゃんと確立しなければ人間はそういう行動以外はしません。非常に頭悪い生物です。あのそれで生き方を知りませんし必ず滅びるんですね。滅びないといけないですね。生きることはできません。どんなことをやってももう初めから生まれた時から計算されてましてそれに従ってね全部自分のパワーアップ能力アップどうしたらいいかということに戻れるかということで生きる、ね、それに戻れなければ生きていけないということをこの世で知ってますから、ね、これは人間たちに分かんない。もう全然もうそんなこと考えないっていうわけですよね。それがね違うんです。違いがあるわけですね。で人間から離れないとそういうことも人間が少し知って宇宙生物悪い生物が教えてね妨害するんで人間かまだ力があった時は人間のように普通に動いたけどもバレてましたけども、大変でしたね。大人になるまでこういうふうに防御できませんしこういう話もできませんでした、ね、で植物にもいるわけですね。その計画性のあるもうちゃんともう大昔100億年どころかもっと昔にしてた能力に戻らないといけないということを知ってるわけですね。そうじゃないとこの世に生きていけることはできないということを知ってるわけです。だからその学や能力体の能力を戻していかないといけないわけですね。一回殺されちゃったんだから復帰できないわけですよ。徐々に戻すしか。ただその設計図というのは送られてきたりなんだかんだ少し戻ってきたりとかして伝えられる、また確保してあった宇宙に確保してたものが連絡をつけてね安全な時にねまた人間たちに悪いのに悪用されるんで兵器じゃ以上の額とかそういうのを送るからねその辺を気をつけてそれが